三人の鍛冶屋像は、フィンランドのヘルシンキの中心地にある彫像である。三人の鍛冶屋の像とも言う。ストックマン百貨店と、像アレクサンテリンカトゥ通りが、西端でマンネルヘーミンティエ通りと交差する地点にある、広場に建てられている。彫刻家、フェリックス・ニュルンドによって制作され、1932年に広場に設置された。ニュルンドは、1913年、 哲学者ユーハン・ビルヘルム・スネルマンの記念碑のコンペティションでこの彫刻作品を出している。彫像は人間の労働や人間同士の協力を象徴的に示しているものと解釈されている。像は聖堂を鋳造して作られたものであり、台座には赤色の見陰石が使われている。台座には1944年2月に ソビエト連邦がヘルシンキを空襲した際にできた弾痕が残されている。三人の男性がハンマーでアンビルを打撃している様子が表現されている。この作品は実際に存在した人物にそう得て制作された。ハンマーを高く振り上げている人物はニュルンド自身をモデルとしている。もう一人はレンガ積光であったパーボコス記念をモデルとしており、顔の特徴は 詩人のアービッド・モルネのものである。残りの一人は、ニュルンドの補佐役を務めていた石切港、アク・ヌーティネンをモデルとしている。ヘルシンキ中央駅から徒歩でおよそ5分ほど南下したところにある。アレクサンテリンカット通りを挟んで、すぐのところに、ストックマン百貨店のヘルシンキ本店が立地しており、この建物は、地下でアカデミア書店の建物と接続されている。 北側には、アテネウム美術館やヘルシンキ現代美術館などがある。ありがとうございます。